広渡ワ君は、日本の演出家、音楽プロデューサー。福岡市に生まれる。福岡県立周遊館高等学校を経て、1964年、早稲田大学第一文学部文学科演劇、先週卒業。早稲田大学では、郡司正勝教授に指示。卒業後、東方演劇部に所属。東方在籍中に、ハワイ大学に留学、アメリカ、カナダ。 イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャなどの欧米の劇場を視察。帰国後、菊田和夫の助手として、ラマンチャの男、オリバー、スカーレット、ファンタスティックス等のミュージカル公演や、奇跡の人をはじめ商業演劇を多く手掛ける一方、宝塚歌劇団の東京公演に、舞台監督として参加。松本白を率いる東方劇団の狂言作者として、 帝国劇場、国立劇場等の歌舞伎公演にも参加している。1970年、アメリカンバレーシアターライ日公演を契機に、ジャパンアートスタッフに移籍。日本舞台芸術振興会及び、参加の東京バレエ団のプロデュースを行うほか、バイエルン国立歌劇場、英国ロイヤルオペラ、ウィーン国立歌劇場、ミラノスカラザ、ベルリンドイツオペラ、メトロポリタン歌劇場、 ベルリン国立歌劇場、フィレンツェ歌劇場、パリオペラザバレエ団、英国ロイヤルバレエ団、モーリス・ベジャール、20世紀バレエ団、ボリショイバレエ団など、世界の主要歌劇場やバレエ団、オーケストラの招聘、制作、舞台制作を総括。長年にわたって、指揮者のレナード・バーンスタイン、カルロス・クライバー、リッカルド・ムーティ、ズービン・メータ、ダニエル・バレンボイム、 オペラ歌手のエディタ・グルベローバ、演出家のフランコ・ゼフィ・レッリ、振付家のモーリス・ベジャール、ジョン・ノイマヤー、イジー・キリアーン、パントマイムのマルセル・マルソーなどの海外の著名なアーティストやスタッフとの交流を深める。2002年、NBS を退社。2003年、昭和音楽大学音楽芸術運営科主任教授。同年、文部科学省特別補助。 オープンリサーチセンター整備事業研究総括者。2004年、東京芸術大学応用音楽特殊研究ゼミ、講師に就任。2000年、フランス共和国政府より芸術文化勲章シュバリエを除訓。ありがとうございます。